これ来るよ、来るよ、みんな。おはよ怖い。アサシン。ちょっともう、絶対魔術師やんけ。お前悪魔召喚しとるぞ、これは。もう黒魔道士やん。ダメですよ。邪教の館の主ですよ、これ。さあ、どの悪魔を合体させるんじゃ。ディ怖リいリ夢見リリ。たの？大丈夫？怖いわ。もうだんだんこれ、あれやな、「スター・ウォーズ」のラスボスみたいになってきたな、これ。今日デートの約いやい束や、したの覚えとに、るがな。忘れてた。いやいや、覚えとるがな。昼やろ？お前今、時間見てみ。朝6時やぞ、お前。昼っつったら、お前12時か13時やろ、お前は。アホか。何お前6時間前に来とんねん。こっちの立場になれ、お前は。昼言うとったやん、お前。パルパティーンになるんちゃうか、このまま。頼むで。本当？いやいや、ほんと、ごめんごめん。まあいいよ。6時間早く来てくれてありがとう。うん、好き好き。ほんとほんと。言いたくなる気持ちわかる。ほんとほんと。うん、ちょっと待っとって。分かった。じゃあ待っ怖いて。わ。逃げちゃいや、やだもよ。う、怖いわ、もう、重いわ。怖いわ、もう。俺様は、オークラ・ベイダーだ。お前の仲間はこの奥だ。ファミコンのナムコの「スター・ウォーズ」の一面のボスの感じで言うのやめろ、お前。俺様はオークラ・ベイダーだ。闇落ちしたのはこの私だ。ドゥ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 ド
れないかと思った。あと少し遅かったら私生きてなかったかも。そうね。ちょっと長袖着ようか、夏もね。君の左腕はあんまり見る気にならないから、ちょっと夏場でも長いのを着ていこうか。オッケー。あはははは、は脅かすなよ、冗談だろ。半分はね。じゃあ行こう。どこに行くの？なんやこの音、楽しくない音やな、これ。なんやねんこれ。これブティックっていう感じじゃないよね。音が怖いわ。でーんって、雑貨店でいいかな。ブティックの感じやな。だってブティックって言っても、これ多分この人ブティック行ったら間違いなく目出し帽買うよ。目出し帽をかぶって何するかわからんぞこれ絶対。デストロイヤーみたいな黒いマスク買うぞこれ。せめて白にしんとデストロイヤーになれへんで、黒かったらお前銀行強盗やわ言って。雑貨にしようこれは、怖いわ。雑貨店、雑貨店行こう。いいえ、そこでいい。ちょっともう大丈夫、もう小物がいっぱい、目が回りそう。あれ、ごめん、嫌やった、ごめん。ちょっとこれどうしたらいいのこれ、困ったよこれ。あんまりいい選択肢がないよこれ。もうやっぱあれ、こう接触していく、これ。もう接触、スキンシップしていくしかないよね。今日は反抗号を買いに来ました。メガテンの生き返らせるやつやないかお前。反抗号って、もう2日濃厚接触で行こう。濃厚接触で、もう怖いわ。え、 違う、嬉しいけど大丈夫。ピンチはチャンス。これはね、逆に大倉の父をもみしだくしてがバテられちゃいます、テーマな。この大倉の父を濃厚接触でもみしだしていきましょうよ、これ。もみしだし煮出していきましょう、蒸していきましょう、蒸して、これ蒸し器で蒸していきましょう。551の蓬莱の肉まんのように、もうこの胸についた2つの肉まんを蒸していきましょう、これ。これは、あ、2人で休める場所を探さ、これはもうゴールインですよ、これ。もみしだくよ、これは。
出して。ああ、行こう行こう。おい、行こう。大使館グループ行こう。あの岐阜県にはびこっとるこれはラブホテルのグループ名や。大使館グループ。うん。おしゃれ貴族に行こう。また誘ってね。約束だから。はあ。絶対誘ってね。あ、ありがとうございます。帰りも一緒だよね。怖いわ。